今回は、久々に新しいカメラのレンズを購入したので、開封をしていきたいと思います。購入したのは、ニコンの望遠レンズで、80mm から 400mm のテフレ補正付き、ナノクリスタルコートレンズです。ストラップ付きのケースに最初から厳重に入っています。箱自体も段ボールでレンズの形がくり抜かれており、高級なレンズを購入したのだなという感じがあります。使うのかどうかはわかりませんが、ケースはストラップで何かにぶら下げることができるようです。さすがは高級レンズ。フードは当然花形で、金属製。しかも日本製です。スイッチ類は上から、オートフォーカスとマニュアルの切り替え、マクロモードの切り替え、テフレ補正のオンオフ、テフレ補正の効き方の調整、そして 80mm での固定スイッチとなっています。ズーミングでレンズの全長が変化してしまうのはちょっと残念なところです。オートフォーカスは、もちろん第三元などにはかないませんが、十分速いレベルだと思います。それでは、撮影してきた作例をご覧ください。